どうも、陽次郎です。はい、ですね、最初は、今回はお知らせから、お知らせというか、ちょっとお願いから、先に言わせてください。今現在ですね、陽次郎チャンネルの、チャンネル登録者数が、698人ということで、はい、さっきも699だったんですけども、一人減っちゃいました。っていう感じなんですけども、ぜひとも、チャンネル登録をしていただいて、ぜひとも700人目のチャンネル登録者になりませんかという お願いでございます。はい、チャンネル登録ねしていただいたら励みになりますので、どうかよろしくお願いしますというね、最初の始まりなんですけども、今回はですね、タイトルが、アイドルってすごいねすごいなみたいな、まあ、何を今更言ってるんだという感じなんですけども、今朝ですね、カナエルがこういうツイートをされてました。元気だねと、俯瞰的に言われることもあるけど、このお仕事をしているからには、元気な私の姿を見て元気になってくれればと思って生きてるよ、一緒に頑張ろうってことで、はい、まあ結構ね、朝一で、みんな、今日も一日頑張ろうみたいなツイートが多いんですけども、カナエルが、こういうことをね今日言ってました。はい、そうですよね。まあアイドルさんは基本はまあね、元気なくても元気だよみたいな感じに言ってますから、まああんまり暗いところを見せないというか、まあそういう、まあ、ご職業ですからね、そうですよね。まあすごく大変だなと思いますし、まあ僕もね、飲食で接客業をやってますから、まあお客さん相手のお仕事ですから、まあね、あんまり不機嫌な姿とかで、なんか人前に立たないようにはしてるんですけども、それでもやっぱりね、ずっと笑顔でいるっていうのは本当にね、すごいことですよ。本当だから、まあ7日に限らずもアイドルさんはね、本当になんか、まあリスペクトというか本当にすごいなって思いますし、それがなんか顕著に現れるというのがまあ握手会ですかね。1日にその何人もね、知らない方と会うって考えるのもすごいですけども、一度行っただけでなんか、あ、また来てくれたのありがとうみたいなね、そういう次行った時にね、そういうね返しもしてくれることもありますし、ですげえなーと思いますね。まあ前なんかSKE48 の須田あかりさんがなんかテレビでなんかその特集組まれている時にたまたま見たんですけども、握手会の時一度会った、方の特徴をなんか終わった後になんかノートに書いてなんかスリッチした時のためにみたいな、そういう対策もされてて、すごいなと思ってたんですけども、7日でもなんかそういうことがあったみたいで、なんか、やっぱり最初の頃とか、なんかその一度来てくれた方とか何回も来てくれる方、まあ、足を運んでくれる方の特徴をなんかメンバー同士でなんか共有してたみたいなことをなんか前なんか、まあ切り抜きの動画なんですけども、なんかそういう動画ありましたね。割り出しで言ったのかな、初期の頃の、カナエルが言ってたかなって思いますし、まあ、だからね、僕とかもね、覚えてくださってるんだなと思って大変ありがたいなって思いますね。なんか大体なんかね、ちはるんとか言ったら、あ、どうもみたいな感じで、どうも、あ、どうもどうもみたいな感じで、なんか友達に来たみたいな感じでね、なんかそういう反応をしてくださったりしますし、そうで、なんか、なんか、ルーリーもそんな感じして、あ、どうもみたいな感じで、もう僕はもうなんかそんな感じですね。だから、まあそうだ、すごいなと思いますし、それがなんかね、一番すごいのはレイニャンですよね。なんかツイッターとか見てても、その一度、例えば一度そのレイニャンのツイートに対してリプを送った人をなんかね、覚えてるとか、なんかオンライントーク会で初めましてって言ったら、あ、大体さんですよねみたいな、リプくれてありがとうございますみたいな、そういうことがねありますからね。レイニャンの記憶力っていうのは本当になんかそのまあまさにアイドルだなって思いますし、あとはあれですよね、まあ覚えるっていうことで言ったら、あのアイナッチが最近ね、テストとかまあ学校通われてて、この間までね、中間テストがありましたけども、その暗記力はその720で鍛えられたって言って、
ってますし、まあ、その顔を覚えることであったりとか、お仕事で覚えることだったりとか、そういうものをね、あのこのなんか、ね、まあ、3、4年ずっとやってきたからこそ、今のテストに生きてるんだよねみたいなことを言っててね、あ、こういうところにもつながってくるんだなと、思いましたね。はい、だからアイドルって職業は本当にすごいなって思いますし、まあね、ここからアイドルを卒業して、まあ、別のお仕事ってなっても、そのスキルというものは、その行った現場で生かされるのかなと思いました。はい、だからアイドルってすごいなって思います。何回言うんだよって話ですけども、はい、ね、今ので締めればよかったって後悔してるんですけども、で最後に言いますか、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。今日はこういう締めに行こう。